どうやら。どうしたものか。行こうぜ。あのさ、ちょっと美しい。そうかしら。もしかしてこいつ。そいつは双葉のシャドウだ。本人じゃない。そうか、モナは顔知ってるもんな。確かに格好が王女っぽいな。あなたがさくら双葉、うん、おい、お宝はどこだよ。知らないはずはないけど。聞けねえのか。ちょっとそんな言い方。ごめんね双葉ちゃん。大丈夫だよ、安心して。教えて、あなたの大事なものはどこにあるの。拉致が開かない。ほっとこうぜ。ちょっと黙ってて。我が墓を荒らす者、何しに来た。喋ったけど。何言ってんだ。盗んでほしいんだろ。取れるものなら取ってみるがいい。挑戦的だな。ツンデレというやつか。お前らに取れるわけがない。我がパレスはこんなことになっているのだからな。好きに悪い。我ら殺したんだ。この声は人殺し。何とか言ったらどうだ。人殺し。あなたが殺したのよ。お前のせいだ。ひどい。おい、なんだよこれ。近寄らないで。何くらいで。人殺し。そう、私がやった。は？母を殺したのは私。今のは？
ここには母もいる。私はここにいる。死ぬまでずっとここにいる。服が警戒されたのか。どうなってる。これまた。なんだその目は。とか言ったらどうだ。殺したのよ。そう、お母さんを殺した私なんて生きてる価値ない。ここは墓場、ここで死ぬ。そうだ、死ね。近寄らないで。死ってないで。何か言え。人殺し。失礼、早くして。いや、助けて。なんだっつんだよ。まずいわね、状況が把握できない。どこか安全な場所で情報を。今度は何。まずい、まずいぞ。メジエドが定めた X デーは8月21日。刻一刻とその時が近づいています。名指しされた怪盗団ですが、今のところ特に動きはありません。果たしてメジエドのサイバーテロは実行されてしまうのでしょうか。阻止するためには21日より前にさくら双葉を助けないと。限度は2日前の19日ってところね。渋谷に集まってから来んの面倒だよな。しばらくここをアジトにしようぜ。じゃあ次からここがアジトでいい？マスターに見つからないよう気をつけないとな。ピラミッド内部は何が起きるか予想もつかないぞ。我が輩たちの墓場にならないようくれぐれも注意を払えよ。いやー、とんでもねえ夏休みになりそうだな。世界的ハッカー相手してピラミッドでお宝探しだぜ。あんたさ、なんで楽しそうなの。怪盗団存続の危機だよ、わかってる。わかってるよ。そういえばモルガナ館の中でいやらしい目で見てたよね、変態。うっせ、いい眺めだったぜ。お前らも見たろ。ああ、美しかったよな。ピラミッドの黄金比率。しげし。アンドノ、我が輩は見てないぞ。紳士だからな。見てないじゃなくて、変身してて見れなかったんだよね。はあ、不安。また。
パレスの光景も気になるし、やるしかないな。木の照明だってか。やってくれるぜ。
気づいたか。倒れないでね。診察室にどうぞ。はい、どれ？それにするの？どうも。それは聞く。はい、どうぞ。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 あ、新しいの作ったよ。言っとく？効果は抜群。どうも。これは効くよ。はい、どうぞ。効果は抜群。どうも。これは効くよ。はい、どうぞ。お、どうも。お大事に。いらっしゃい。
らっしゃい。Thank you.
れにしますか？そうか、おう。あ、さっきどうだ。そう、いたずらに使うんじゃねえぞ。あ、気に入ったか。そっちどうだ。あ、壊すんじゃねえぞ。それ、いたずらに使うんじゃねえぞ。あ、気に入ったか。そっち壊すんじゃねえぞ。あ、どうだ。いたずらに使うんじゃねえぞ。あ、気に入ったか。ああ、よし、どれにすんだ。あ、壊すんじゃねえぞ。あ、どうだ。それも気に入ったか。あ、いたずらに使うんじゃねえぞ。それ壊すんじゃねえぞ。あ、どうだ。そうか、お。それ、いたずらに使うんじゃねえぞ。あ、気に入ったか。そう、どうだ。あ、壊すんじゃねえぞ。そう、いたずらに使うんじゃねえぞ。あ、気に入ったか。そう、どうだ。気に入ったか。あ、どうだ。そっ、壊すんじゃねえぞ。また来い。どうぞ、いらっしゃいませ。ご注文はどちらにしますか？
らっしゃい。見ちゃいます。
おい。え？なんだ？なんだって？よし。しかし今回のパレスには驚いたぜ。見渡す限り全部砂漠とはな。確かに今までのパレスって歪んでる中心地の外に出ちゃえば割と普通に街だったよね。おかげで鴨志田の時なんかいつパレスに入ったか最初マジで分かんなかったしな。中心地の外だってパレスだからな。認知から生まれた景色には違いない。今までに倒した奴らは悪党だが社交性もあった。街がどんな景色かくらい普通に知ってたわけだけど、双葉は多分外の街がどんな風か知らないというか一切興味もないんだろう。それで一面不毛な砂漠なわけか。まああの暮らしぶりではな。まあでも今後は有名人の悪党を狙ってくわけだし、引きこもってるような人は少なそうじゃん。ってことは全部砂漠みたいな苦労は少なくて済みそう？そうとも限らないわよ。リムジンや飛行機ばっかりで街の景色には疎い、興味もないなんて人上流階級には多いわ。飛行機？うお、それちょっと悪くねえな。つうか雲の上みてえなスケールのパレス、もしあったらぶっちゃけ行ってみたくね？空飛んでるのは銀行だけで十分よ。だがさっきの中心地の外がどうなっているかという話は興味深いな。つまり悪人のタイプによってはパレスの中に現実と瓜二つの街があるわけか。一度ゆっくり歩いてみたい。おめえは本当にいつでも絵の話だな。確かに観察力があって頭の切れる悪党ならパレスに現実と寸分違わない街があるかもな。ま、あったところで別に使い道はねえけどな。ねえ、じゃあ作戦会議を始めようか。よし、行こうぜ。よし、行くぜ。本日の仕事開始だ。
書くか。